別空座実装2日目、数をこなすには実装直後そして休日がいいというわけで、また大宮駅周辺にやってきました。と言っても今向かうジムは駅から少し遠いので人が集まるか不安です。それにしても今回からレベル5の卵の脇が少なくなった気がする。まあ前がアホみたいに出過ぎだったんですけど、出過ぎで人が分散してしまうみたいな。期待の大宮公園にあまり出ないので私も街中をうろつくようになってしまいました。何か山の餌が少なくなって街に出没するクマみたいな。大宮公園だと車もないし自転車でゆらっとポケ活できるのがいいんですけどね。というわけでレベル5の卵のあるジムが見えてきました。さてトレーナーはいますでしょうか。おー、いますいます。こんなにいて私は嬉しい。通りの向こうにもたくさんおりました。出るのは火曜がかレッグーザか柵に同化する彦ポン。わあ火曜がだ、火曜がと知って立ち去る人もいる。しかし火曜がも実装当初は喜ばれていたのにこんな扱いになって不憫である。レッグーザも来月には同じようになるのであろう。一気に19人です。これが火曜がだけだったらここでこんなに集まるかどうか。火曜がの候補体が欲しい人には最後の追い込みです。そういう意図があっての同時出現なのであろうか。私はレベル5のレイドができるだけで嬉しい。地元じゃただ指をくわえて眺めるだけなので、そしてとにかく捕獲数を伸ばしたいです。最終的に20人余裕ですが、戦闘開始。勝利です。金釣り13個、これだけもらえると金釣りでもすごいな。技マシンスペシャルも来た。これは当たりな報酬。ボール9個か、やるっきゃない。ポチッとな。ゲットチャレンジタイム。CP2328、 これ見覚えある数字。そう、個体値マックスです。ウルトラローリングスロー。うわー左寄りすぎだ、力が入りすぎだぜ。ヒコゴン速攻、グッドタイミング。2体目の海王が個体値マックスゲットだぜ。評価を見てみよう。確認して喜びをかみしめます。うん、個体値マックスだ。まさか2体目の個体値マックスを入手できるとは思わなかった。非常に淡白ですが喜んでます。誰もいなかったら体で表現しますけどね。マックス兄弟の誕生です。というわけでここで火曜がの最終結果報告です。17勝6敗、最初の当てみくさに面食らいましたが個体値マックス2体に高個体数引き、結果的にとても相性が良い形で終わりました。全くもって何がどうなるかわからないものです。火曜がは2018年2月14日までです。